どうも、ベです。パスカイティーやりたいと思います。はい、本日はアップデートがやってまいりました。そちらを見ていきたいと思います。まずはじめにガチャから見ていきましょうか。春の豪華おまけ付きガチャ。こちらのガチャが来ております。こちらのガチャは、初回から3回まで、10枚目が SR80%、PSR20%。で、おまけ付きで、初回が金芸道10個。で、2回目が PR の博士道3つ。3回目が PSR のチケットとなっております。まあ、単刀直入に言います。未課金、無課金の方は、このガチャは引かないでください。まあ、引かないでくださいっていうのはね、簡単なんですよ。こちらのリストを見てください。限定キャラが1体も出ません。それはやっぱ厳しいんですよね。やはり今のバーサカって、基本的に限定キャラが活躍するサクセスとなっております。もうほぼほぼ、まあ、東邦学園であったり、南葛高校。まあ、これはね、キャプテン翼のキャラが活躍したり、まあ、それ以外の、まあ、彼女であったとしても、スイーツとか、アスカとか、まあ、やっぱこれも限定なんですよ。で、まあ、東邦学園の方としても、それ以外のキャラって、やっぱり、リムル、ミリムか。その辺であったり、まあ、桜庭、袴桜庭であったり。現状、通常のね、キャラたちが活躍するかって言われると、微妙なんですよ。なので、もしこのガチャを引く人で、何を狙うかと言いますと、この3回目の PSR チケットを欲しいという人だけ引いてください。まあ、課金したならば、まあ引いてもいいのかなと思ったりもするんですけども、まあ、PSR がね、1枚確定ということで、引いてもいいかなと思うんですけども、この PSR チケットも結局ピックアップとかないんですよ。すべての今現状出る、例えば非常説の出現割合、今の男ならば限定キャラは、この6体となっておりますので、すべての通常キャラ、プラス、リムル、ディアブロ、ミリム、で、キリン、キリン、歌姫、ハーピー、この6体しか出ないようになってます。なので、まあ、引きたい方は引いちゃってもいいと思いますが、まあ、PSR は、もし引いたとしても、今はさすがにもうちょっと限定キャラが多い時に回すべきなのかなと思ったりもしております。普通にテンスラコラボのキャラね、強いから欲しいよって方ならば引いてもいいけど、それやるならば、どちらかといえばこっちの、テンスラコラボのガチャを回した方が、30連回した方が自分的にはお得かなと思いますので、そちらを回してください。続きまして、プレミアムタイムが来ております。まあ、こちらはね、パワースター最大10個まで回収することができますので、しっかりと回収しておきましょう。で、パワーマッチがね、今週で終わりなんですよ。来週の月曜日の5時に終了してしまうというお知らせが来ております。なので、まあもしかしたら最後の、プレミアムタイムになるかもしれないので、まあしっかりと、まあ楽しんでおきましょう。で、この後、フェスマッチが来るらしいです。おそらく4月12日にフェスマッチが来るということになっておりますので、来週のアップデートからフェスマッチをしっかりとやろうと。で、そこでね、まあいろいろと、もらえる可能性があるらしい。まあ結構ね、このお知らせが来て皆さん迷った方もいると思います。パワーマッチで、パワースターもらえた無課金、未課金の方。やっぱ毎週ね、23個もらえてたのは、やっぱでかかったんですよね。で、それがでかかったんですけども、フェスマッチになってしまってもらえないんじゃないかって心配してる人が多いと思います。でも、パワーマッチスタジアムにある以下の機能については、フェスマッチに移行します。テストマッチ、カスタマイズ。で、パワーマッチスタジアムにある以下の機能については、フェスマッチにて同等の報酬を獲得できるよう予定しております。パワースターボックス、シーズン報酬、サポーター満足度。まあ、この辺ね、獲得できるのであれば、まあ、パワースター毎週毎週20何個回獲得できて、さらに何週間に1回 SR チケットを獲得できる。まあ、それはやっぱりね、無課金、未課金には大きな報酬となっております。まあ、これはね、23個と言わず30個ぐらいに増やして、まあ、フェスマッチやらせてくれるのであれば、かなり皆さんも喜ぶと思いますので、その辺ちょっと考えてくれると嬉しいなと思います。あとはパワーマッチスタジアムにある以下の機能について削除されます。マイスタジアムからのバッチコイン取得。で、フレンドマッチがなくなるらしいです。フレンドマッチはね、結構皆さん楽しんでる方が多いんでね、フェスマッチのところで、テストマッチという形でやらせてくれるのかなと思いますので、まあその辺は、まあ問題ないのかな。結構みんな大会開いたりしてる人もいるので、ツイッターとかで。まあこれは、まあ、テストマッチにかけようかなという形でございます。はい。まあ、注意事項としましてこんな感じに来てます。はい。これは読んでおいてください。はい。そして、もう一個、ラインウェイが来ております。
イベキャラスタジアム。やっぱこれ来ましたね。うん、予想通りです。うん。まあ、テンスラキャラをね、使う、確率に使うイベキャラスタジアムとなっております。まあ、期間としましては、4月8日木曜日14時から4月11日日曜日23時59分までとなっております。8、9、10、11の4日間。まあ、4日間はないんですけども、まあ、3日半ぐらいかな。3日半ぐらいある形でございます。こちらのイベントとしましては、自分のイベキャラを使って、うん、チームを作ります。そのチームで、まあ、特に大事なのは、まあ、レアリティも大事なんですけども、結局なところ、得意練習ボーナスとかで、まあ、レアリティも関係なく上がってしまうというところもあるんですけど、やっぱり、ボーナス。これなんですよ。このスコア一覧をよく読み取って、どのボーナスが有利、どの特能を発動させれば有利に働くかっていうので、デッキを組むといいと思います。まあ、チームを組むといいと思います。まあ、これはまた別の動画でね、自分のスタメン、まあ、初日、二日目、三日目のスタメンを組んで、まあ、そちらを発表させていただいて、まあ、こんな感じに組んだらいいですよっていうのを、また明日にもあげようと思ってますので、そちらを楽しみにしておいてください。で、基本的に今までのイベキャラスタジアムであったら、まあ、フェライニとか、まあ、その辺のボンバーヘッドとか、スマッシュヘッドとか、その辺が強かったんで、いいなと思ってたんですけども、もう今回はね、もう確実に下です。うん。テンスラコラボのキャラが強いです。結局、こいつらの、うん、特能が発動すれば、かなり得点になりますので、まあ、その3人、ディアブロ含める3人、まあ、この3人を入れて、まあ、どんだけレベルが低くてもいいです。RPR でもいいです。まあ、それは入れて、まあ、この、得点で稼いで、まあ、それ以外のポジションで、まあ、ボーナスを詰め込んで戦っていくっていう形になると思われます。まあ、結局のところね、RPR でも欲しいキャラではありますので、まあ、無課金、美課金の方でテンスラコラボ引いてないよって方もいると思います。いると思いますが、イベントしてたら R 手に入ったり、まあ、チケット回したら PR 手に入ったり、するかと思います。まあ、それをもし持ってる方ならば、それを使ってこのイベントをするといいと思います。まあ、このイベントの方は正直なところ報酬は微妙です。報酬は正直微妙。 PSR チケットね、上位の方は PSR チケットもらって、まあこの辺の、何位までだっけな、これ100位までだっけ、20位までか、20位まで PSR チケットもらえます。なので、まあこの辺で回収したい方は回収してもいいと思いますが、結局なところね、これチームが、うん、どれだけ課金してるかっていう問題に最後は競り合いとしてなりますので、まあ無課金美課金はね、このイベントはまあ累計だけ回収と、累計スコアをしっかりと回収してパワースターミニスター、まあこの辺結構回収できるんですね。うん、10個ぐらいは多分パワースター入るんじゃないかなと思いますので、まあ無課金でしっかりとやっていく。でイビキャラスタジアム PSR 引換券っていうものも来ておりますので、まあこれはね、うん、やってみると、うん、ゲットしてもいいのかなと思われますので、皆さんゲットしてみてください。はい、本日は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。